さっき送った研究論文を翻訳して、そして分かりやすく要点をまとめておいて。え？さっき送ってきたファイルを私が？専門的すぎる論文だし、全部英語だし、私にはちょっと難しいかも。ああ、ごめんごめん、チャット GPT にお願いしたつもりだったんだ。間違って母さんに送ったみたいだね。なんだ、そういうことだったのね。でもすごいわね大輔、もうそういうのも使いこなしているんだ。これぐらい当然だよ、大学院の同期や先輩もみんな使ってるし。さすが大輔の周りの人たちも賢い人たちばかりね。私には AI みたいなお手伝いはできないけれど、でも大輔の毎日の勉強のことは応援しているからね。はあ、誰が誰を応援してるって？中卒にそんなこと言われるなんて情けなくて笑えるんだけど。え？応援って力を添えて助けることって意味だろ。俺は大学院に進むくらい頭も良くて、まさに将来有望。そんな俺にどうやってあんたが力を貸すんだよ。論文の翻訳もできない、要点もまとめられないバカな中卒が。ちょっと大輔、母親に対してその態度は何なの？中卒だとかバカだとか失礼じゃない？失礼も何も事実を言ってるだけだろ。あんたはみっともない中卒じゃないか。何ですって？そもそも俺の母親でもないし、俺のことを産んでもいないくせに母親面してんじゃねえよ。産んではいないけど、私は育ての母親でしょ。ソータさんと結婚してあなたの母親になって、もう20年以上も一緒にいるのよ。はあ、一緒に暮らしてきたからなんだって言うんだよ。ただ同じ屋根の下にいただけだろ。小さい頃はあんなに懐いていて可愛かったのに、どうしてこうなっちゃったのかしら。子供の頃はあんたがどれだけ底辺か知らなかったからな。父親の再婚相手が実は中卒だったと知った時は絶望したよ。学歴が何だって言うのよ大輔。学歴や成功よりも目の前の人を大切にしなさい。私は学歴ごときで人をバカにする人に育てた覚えはありません。こっちも中卒の底辺に育てられた覚えなんかねえよ。もう話にならないからお前は黙ってろ。何ですって？バカとのやりとりで疲れたから、今日は友達の家に泊まるわ。夕飯はいらないからな。ねえソータさん、ちょっと大輔のことで相談があるんだけど。どうしたんだ？なんだか深刻そうな雰囲気だな。実は最近大輔の態度に悩んでいてね、露骨に私を見下していて、ひどい言動ばかりなの。今日なんて中卒の底辺と言われちゃって、お前なんて母親じゃないよすって。なんだって？本当に大輔はそんなことを見つけに行ったのか？もう私の名前すら呼んでくれないの。ソータさんは仕事は忙しいし、大輔も大学院での研究があるし、最近は家族3人で揃う日がないけど、大輔と2人でいる時はすごいのよ。なんだかあまり信じられないな。俺の前じゃいつも美月のことを絶賛しているのに。え、そうなの？この間も仕事帰りの電車でたまたま大輔と一緒になってさ、いろいろと話したんだが、美月にはすごく感謝していたよ。俺が大学院に進学できたのも両親の応援のおかげ、父さんにも、特に生活も支えてくれる美月さんにも感謝してるって。感謝なんてここ数年は一度もされたことないわ。むしろそんな素直な大輔を見たことがないし、私の前とはまるで別人ね。だから俺はてっきり2人は仲良くやってくれているのかと、美月は嘘をついてると思っていないが、ちょっと未だに信じられないな。あの子外面だけはいいのよね。ご近所でも評判の好青年で、立派な息子さんねって言われるし、でも家に帰ってきた途端態度が豹変。私のことは底辺扱いよ。何も気づけなくてごめんな。美月には今までたくさん家庭を支えてきてもらっていたのに、ちょっと今後のことについて考えてみるよ。大学院生とはいえ大輔はもう成人した大人だ。これを機に自立させるのもいいかもしれない。そうね、もしかしたら勉強のストレスが溜まっているのかもしれないし、そのはけ口に私が便利なのかも。それもあるかもしれないな。ちょっと本格的に考えてみるよ。もしまた何かひどいことを言われたらすぐに教えてくれ。わかったわ。話を聞いてくれてありがとうね。すごいじゃないの大輔。ソータさんから聞いたわ。大学院で書いていた論文が雑誌に掲載されるんだってね。そんなの全然すごくないから、中卒のバカにはわからないだろうけど、こんなの大学院生なら普通だね。
むしろ掲載レベルの論文を書けない方が終わってるから。そうかもしれないけれど、毎日の努力が結んだ結果じゃない。それにただの雑誌掲載じゃないんでしょ。大輔の論文がさらに賞も取ったらしいじゃない。まあそれも秀才の俺なら当たり前かな。俺は東大主席の父さんの息子だし。全然当たり前なんかじゃないわよ。本当におめでとう。明日の授賞式、私も気合を入れていくからね。はあ？ソータさんから授賞式のことも聞いたの。今度論文の授賞式があるんでしょ。しかも家族も招待されるらしいじゃない。大輔の晴れ舞台を生で見られるなんて楽しみだわ。ざけんな。授賞式にお前みたいな中卒が来ていいわけないだろ。なんですって？授賞式は俺だけじゃなくて他にもたくさんの受賞者が来るんだ。それに各界隈の権威ある先生たちも来る。日本の頭脳が集まるような崇高な場所なんだぞ。そんなところに中卒のバカがいていいわけないだろ。もうまたそんなことばかり言うんだから。中卒でも底辺でも私はあなたの母親よ。母親が息子の晴れ舞台を見て何が悪いのよ。だからお前は母親じゃないって言ってるだろ。いい加減しろよこの底辺ババア。底辺ババアですって？本当に学のないやつはダメだな。同じことを何度言わせるんだ。お前は俺の母親なんかじゃない。俺と底辺のお前には何の関係もないんだよ。生みの親じゃないけど20年もあなたを育ててきたのよ。そんな私を母親じゃないって拒否できるの？俺は底辺ババアになんか育てられてない。お前なんてただの住み込み家政婦だ。家政婦は20年間俺の身の回りの世話をしただけだろ。なんですって？学歴もないお前がやれることは料理、洗濯、掃除の家事くらい。まさに家政婦と一緒だな。大輔、あなた本当にいい加減にしなさいよ。学歴が人の価値を決めるわけないじゃないのよ。でも学歴が人の価値を高めるだろ。俺は賢くて優秀で賞を取るほどだ。だがお前は学歴もないし大して賢くもない。そうだ、せめて俺手作りの賞でも作ってやろうか。20年間家政婦お疲れ様でした賞とか。どこまでバカにしたら気が済むの？大輔がここまで私を見下していると思わなかったわ。俺だって尊敬できる母親が欲しかったよ。ていうか授賞式も本当の母親が来てくれたら嬉しいのにな。なんですって？ああ、なんで父さんは母さんと離婚したんだろう。確か俺の生みの母親は父さんと同じ東大卒なんだよな。そんな優秀な母さんが一緒に授賞式に来てくれたら自慢できるのに。こんな底辺が来ても恥でしかないよ。大輔、私はどんな言葉も今までは我慢してきたわ。でもそれはあなたが家族だからよ。大事な家族だから頑張って受け流してきたの。でもね、これにはさすがの私も限界よ。だからなんだよ。お前の限界なんかどうでもいいし、大切な家族ってのもやめてくれる？学歴底辺のママ母が母親面すんな。お前とは親子でもないし、俺には東大出身の優秀な母親がいるんだぞ。実の母親のこと教えてあげる。は？そんなに実の母親が恋しいなら授賞式に呼んでやるわよ。ろくに母親のことも知らないみたいだし、いい機会だわ。きっと感動的な再会になるでしょうね。俺の実の母親の居場所を知ってるのか。じゃあよろしく頼むよ。息子の晴れ舞台を母さんはきっと喜んでくれるはずだ。ええ、大喜びするでしょうね。確か受賞すれば多少の賞金が出るんだったよね。それ欲しさに絶対に来るはずよ。そして憧れの母親に渡すといいわ。少ないけどホスト遊びに使っていいよってね。え、ソータさんを捨てて私にあなたを押し付けて。とんでもない母親でも学歴だけは東大卒だもの。あなたにとっては大事な母親だもんね。そんな母親でも来てくれるだけで嬉しいんだよね。ちょっと待て、ホスト遊びとか俺を押し付けたとか、え、俺の母さんはどういう人なんだ。東大卒なんだし賢くて優秀でバリケイとかじゃないの？全然違うわよ。そもそも東大に入ったのは旦那探しのためって言っていたし、それだけで東大に入れちゃうのはすごいし尊敬するけれど、入学してから毎日遊びまくっていたらしいわよ。大輔は尊敬するような人じゃないわ。なんだって？でもそれがあなたの母親よ。高学歴男と結婚して楽な専業主婦になってやるって東大に入学、そして4年間遊びに遊びまくったソータさんをロックオンすると結婚。確か就職もせずに卒業と同時に結婚したと聞いてるわ。就職してないのか？
そして念願の専業主婦ライフを手に入れてすぐに大輔を出産。でもまだまだ遊び足りなかったみたいでね、ソータさんの目を盗んでホストクラブに入り浸る日々。あっという間に借金を作って返済のために隠れて夜の店で働き出したの。まだ赤ちゃんのあんたを連れてね。嘘だろ。あの頃のソータさんは出張が多くて家にいなかったみたいなの。かといって赤ちゃんを夜中一人にさせるわけにもいかないし、だから託児所付きの店で働いていてね、その時子供を預かっていたのが私ってわけ。美月さんが、それじゃあ美月さんも夜の店で働いていたってこと？ええ、同じお店で働いていたわ。ずっと言えなかったけど、私が中卒なのは親の借金を返すため。実家の会社が倒産して高校中退してね、最終学歴中卒でも雇ってくれて、借金も返せるぐらい稼げるところ、そんなの夜のお店ぐらいしか思いつかないのよね。そうだったの？ああ、でももう借金は返し終わってるから安心してね。がむしゃらに働きまくったおかげで数年で完済できたの。でもずっと夜職だったから、なかなか昼職に採用されなくて。それでその頃はお店の裏方バイトをしていたの。その仕事の一環で託児所の手伝いもしていたんだよね。それでそこに俺が、俺の母さんが俺を預けて働いていたのか？うちの店はシングルマザーとか多かったからね、子供を預けてる人は珍しくないわよ。でも大輔のお母さんはある日から大輔を迎えに来なくなったの。え？いつも通り私たちに大輔を預けて出勤して、それっきりお客さんと駆け落ち。ソータさんもあんたも捨てていなくなったのよ。なんだって？さすがにずっと預かっていられないし、そこで私が大輔をお家に連れて帰ったの。そしたらようやく駆け落ちに気づいたソータさんも家にいたね。夜の店で働いていたこと、ホストに入り浸っていたこと全部話したわ。あの時のソータさんはまさに絶望って感じの顔で、本当にかわいそうだったわ。ちょっと待ってよ、そこからなんで美月さんと父さんが結婚することになるんだよ。美月さんはただの母さんの夜の仕事の同僚だろ。あなたが私のことを話してくれなかったからよ、そこから結婚することになったんだから。え、俺がきっかけなの？赤ちゃんの頃だから覚えていないかもしれないけどね、大輔はずっと私の手を離さなかったの。ほぼ毎晩私が託児所で世話をしているからというのもあるだろうけど、大輔は私によく懐いていてね。その様子を見てソータさんがお願いしてきたのよ。専属ベビーシッターになってくれませんかってね。専属ベビーシッター？ソータさんは大企業勤めで仕事を休めないし、田舎のご両親は遠すぎて頼れない。だからどうしても大輔の面倒を見てくれる人が必要だったのよ。それに私もちょうど昼職を探していたし、そして何年も一緒に過ごすようになって結婚するようになったのよ。なんだよそれ、こんな話全然聞いたことないよ。俺の母親が東大出身のくせにそんなだらしない人だったなんて。でもあなたのその優秀っぷりはその母親のおかげなんでしょ？だったら本当の母親を受賞式に呼んであげる。そこで感動の再会でもしていなさい。最悪だ。俺の生みの親だっていう人が来たけど最悪だ。見るからに夜の店みたいなドレスで来やがって、しかも酒臭い二日酔いの状態で来やがって、そのまま会場中の賞金を奪って逃げやがったんだ。会場中ですって？大輔の賞金だけじゃなくて全部奪ったの？ああ、俺のだけじゃなくて会場に準備された賞金全部だよ。そのせいで教授も会場スタッフもブチギレ、普通に警察沙汰し、どうしてくれるんだよ。さあ、そんなことは私に言われても知らないわ。え、とりあえず息子として責任を取って賞金を取り返してきたら？どうせ今頃どこかのホストクラブにいるはずよ。おい、なんだよその冷たい反応は。あんたが俺の母親を呼んだせいでこうなったんだぞ。最初に母親に来てほしいと言っていたのはあなたでしょ？東大卒の優秀な母親に来てもらえたら自慢できるのにって。だから私はその願いを叶えてあげただけじゃない。なんだと？それに私のことなんて母親とも思っていないんでしょ？だったら私もあなたのことを息子だとは思わない。そんなあなたは困ってようが関係ないからどうでもいいわ。急にどうしたんだよ。なんでそんなこと言うんだよ。関係ないってお前は俺の育ての親だろ。都合がいい時だけ親呼ばわりか。まさか俺の息子はこんな最低な男だったとは。大輔、お前には心からがっかりしたよ。え、まさか父さん。お前の美月に対する日々の言動は全て知っている。俺の知らないところでいろいろとひどいことを言っていたようだな。あ、いやそれは実の母親に賞金を持ち逃げされたことには同情するよ。
しかも会場中に迷惑をかけられるなんて恥でしかないな。でもそれが何だって言うんだ。母親面するなと言っていたくせにお前はみっともなく泣きつくのか。美月は20年間もずっとお前を育ててきた。大輔とも母親のあいつとも全然関係なんてないのに、見捨てたっていいのに放っておけないからって助けてくれた。この子の母親にならせてくれって言ってくれた。そしてここまで尽くしてきてくれた人、お前を傷つけたんだぞ。違うんだよ父さん、あの傷つけるつもりは全然なかったんだ。ちょっと大学院の研究に行き詰まっていてさ、それでつい八つ当たりしちゃったっていうか、八つ当たりだったら何を言ってもいいのか。親なら子供に何を言われても許してくれると思ったか。自称秀才のくせにそんな浅はかな考えしか持っていないのか。そんなわけないよな。賢いお前ならわかるよな。一度出た言葉は一生取り消せない。今の状況は自分の言動が生んだ結果だと理解してるよな。はい、全て俺の言動の結果です。ちゃんと理解してくれて嬉しいよ。さすが俺の子供だ。じゃあ今後は二度と家には帰ってくるな。美月の前に現れるな。え、それって俺を家から追い出すってこと？それが人を傷つけた奴の責任だろ。今年いっぱいの学費は出す。しかしその後のことは知らないからな。そんな待てよ父さん。俺まだ大学院でやりたいこともいっぱいあるんだ。でも毎日朝から晩まで研究や勉強で忙しいし、バイトで学費を貯める時間なんてないよ。なのに学費も何も出してくれないの？お前は奨学金すら知らないのか。そんな方までよく論文なんて書けたもんだな。そんな奨学金って要はただの借金だろ。息子に借金を背負わせるつもりかよ。大丈夫だ大輔、借金の返済ならお前の実の母親は詳しいはずだ。お前の自慢の優秀な母親に聞いてみたらいい。え、お前が美月を母親として認めないなら俺はお前を息子として認めない。人としての礼儀も何もわきまえてないやつなんか知るか。学生とはいえもういい大人だ。だったら自分の発言に責任を持て。その後、大輔はすぐに実母がホストで飲んだくれているところを発見し、賞金を回収。しかしすでに半分以上が使い込まれており、返金を要求しても、無理無理、そんなお金ないからと実母はケラケラと笑うばかり。責任を感じた大輔は消費者金融から借りて、受賞式の運営スタッフに返済したと聞いています。そしてその後の大輔はというと、授賞式の件で大学院に居づらくなり、研究にも全く集中できず、ついに中退してしまったんだとか。慌てて就職するも、なかなか研究を生かした会社に採用されるのは難しく、噂では何の関係もない中小企業で静かに働いているんだとか。当分は借金の返済生活らしく、節約しながら質素に頑張っていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。